auf die Volkshandel-Kanal von Don Rico 44. 戦が続いておるからな。確かに休めておらぬ。では日吉の湯にいる妹をお尋ねください。病にかかった時、勧められるまま湯に浸かると体に力が戻るのを感じました。それは良いことを聞いた。俺たちの命の恩人だ。ご機嫌いかがでございましょう。かけろ、トラ。
誰が相手だ。アムカセルメッソグラス。黄色のウグイスだ。あんな鳥は初めて見た。後を追ってみよう。弓の手入れをいたしましょう。島がこんなに早く乗っ取られるなんて嘘みたいだ。あの時私はアザモグラにいて、船が見える前から。美しい弓をお持ちでいらっしゃいますね。猛虎が相手じゃ勝ち目はないよ。弓をお持ちですか。駒田の浜でなくした。それは残念でしたね。
もし石川先生が生きていらっしゃれば弓をお譲りくださるかもしれません。弓さえあれば私がその力を引き出して差し上げます。助かった。です酒井様、どこから対馬を攻めるべきか蒙古は分かってたんだろうね。どうやって対馬のことや侍のことをあらかじめ学んだって。菰田の守りが薄いって知ってたのか。何があったのか。別に。どうした。何か。酒井様、無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のような者のことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。みんなに礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあればあなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは特進がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。
そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。Merci fürs Zuhören und see you next time. Yoi Yumi ni masaru bugu wa gozaimasen. お侍、和歌を読むのが上手と伺いましたよ。上手とは言えぬが、確かに和歌は読む。日吉の湯に歌読みがおります。志村様のお知り合いだとか、お話をしてみてはいかがです？いつか立ち寄ってみよう。鎧はお体に合ってます？どんな鎧も直します。八幡様も羨む仕上がりですよ。戦で壊れた鎧がある。おや、これはかなり傷んでますね。痛みの少ない鎧をお持ちくだされば腕前をお見せします。より頑丈になりました。礼を言う。一段とご立派になられましたね。もうすっかり夜ですね。もし太刀のお手入れをいたしませんか。坂井家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。坂井様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。坂井様、十分な素材をお持ちください。またいつでもお越しください。坂井様、ご無事で。
あの日を忘れることは決してない。俺が子供でなければ、弱く臆病でなければ、父上を守れた。